おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何の話をしていくかと言いますと、初心者の方からいただいた質問で、このゲームって4戦術どういう風に揃えるんですか、揃えなきゃいけないんですかと、ここについてね、ちょっと揃え方ですとか、まあガチャを引き方みたいなねところを話していけたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ今回の内容なんですけど、もうそもそもね、みんなに分かっておいていただきたいとこ、初心者の方に分かっておいていただきたいとこなんですが、監督と選手もう本当にね、きちんと分けて考えてください。まず、戦術は監督に紐づいているものです。選手が戦術有利を取ったからってそんな大きな恩恵はないです。監督の得意戦術で相手の監督に対して有利を取れるかどうか、ここがポイントです。その中の選手のことまで考えるのは二の次です。実はいろいろあるんだよね、ディフェンス能力下がっちゃうとかもろもろあるんですけど、二の次だと思ってください。まあ、今こんな感じでね、私が左、私のフレンドさんが右ですが、ポゼッションはサイドアタックに強くて、サイドアタックはカウンターに強いです。でカウンターは中央突破に強くて、中央突破はポゼッションに強い。まあ、こんな感じでぐるぐるね、まあ、これはもうおそらく初心者の方でも分かってると思いますが、戦術理が有利不利がありますよね。でこれはですね、全部監督の得意戦術によるものです。その中の選手たちは関係ないです。例えば監督がね、ポゼッションの監督だとしたら、ポゼッションの監督で使う選手たちに得意戦術がポゼッションの選手が一人もいなくても戦術有利は取れます、取れます。なんで、基本的には監督で、戦術は見てください。でじゃあ戦術をね、一致させるとどういういいことがあるのっていうと、ここです。選手の得意戦術と監督の得意戦術を一致させると、まあネイマールのね、ここ見たら分かりますが、戦術がポゼッションの時能力が大アップするって書いてありますよね。ここです。これにより選手の能力が大アップします。全能力ね、全能力大アップします。これで、戦術一致した方が強いよね。ポゼッションの監督を使うんだったらポゼッションの選手を使うだとか、そういう方が強いよねっていうところがあります。なんであくまでも選手の、この戦術一致、選手と監督の戦術を一致させるっていうことはとても大切なことではありますが、一番初めの段階から考える必要はないのかなと思います。でもう一個はディフェンス対策指導っていうね、最近あるこの監督の能力、監督のアビリティがあるんですけど、このディフェンス対策指導で、戦術有利、自分の監督の得意戦術、例えばザガリオだったらポゼッションですよね。このザガリオと戦う時にポゼに対して不利な戦術、サイドアタックですよね。ポゼッションに対して不利な戦術はサイド、サイドに対して不利なのはカウンター、カウンターに対して不利は中央、中央に対してはポゼが不利ですが、このポゼッションの監督に挑むときに戦術が不利なサイドの選手たちの能力を下げるみたいな、ディフェンス能力下げるみたいな特徴があります。わかりやすく言うと、自分たちが中央突破のチームを使ってザガリオに挑んだとして、自分たちは中央、相手はポゼッション、なんで戦術有利を自分たちは取っているはずですが、ザガリオの効果でザガリオに対して不利な戦術のサイドアタックの選手のディフェンス能力を大下げるみたいなね、そういう特徴もあったりします。監督アビリティがあったりします。なんで、この中の選手のね、戦術得意度まで考える必要が全くないよとは言いません。ただそれがあったとしてもね、まず一番初めの段階でそこまで考えなくて正直いいと思います。いやいや大切だろ、ふざけんなよって方ももちろんいると思うんですけど、多分ね、そこの段階まで考え始めたら本当に結構なタイミングでガチャ引かなきゃいけないし、結構大変だと思います。ちなみに私はそれを全無視してます。あ、全無視は持った。例えばロナルド・クーマン使わずに、サイドアタックのね、クーマン使わずにベッケン置いてるとかちょっとしたのはやってますけど、普通にファンデルサール使ってるし、ポゼッションでも確かサイドでも使ってるんだよな、サネッティか。サイドアタックでカウンターに挑むとカウンターにとっての戦術不利なサネティの能力下がるんですけど、サネティ使ってるし普通に、カウンターもそうかな、カウンターは使ってない、カウンターは使ってなかった。
けど、まあそんな感じです。私は結構不利になるところも普通に使っているので、ああサイドん、カウンターが中央に挑むときに中央が有利なポゼの選手は守備に使ってないから運関係なかったね。まあ、私は結構使ってます。使ってもいいよとまでは言いませんけど、そこにあんまりこだわらなくていいです。さあ、じゃあどのタイミングでガチャ引いていくのっていうね、その戦術、監督の戦術と選手の戦術を一致させることをまず考えなくていいよって今言ったと思うんですけど、まずはフォーメーションコンボを組めるところから始めましょう。フォーメーションコンボを組むことが大切です。どんな選手ガチャで引くのって言ったら、自分が持ってないプレースタイルとかが来た時に意識して引くといいかな。センターフォワードゴレアドール持ってないんだったら、ゴレアドールが高確率で手に入るガチャだとか、例えばトリックサーのセンターフォワードいないんだったらトリックサーのガチャだとか、ここを揃えていけば、おのずと組めるフォーメーションコンボがどんどん増えていきます。はじめは戦術が別でもいいです。例えばセンターフォワードのゴレアドールはポゼッションしか持ってませんとかね。例えば私なんかがまさしくそうですが、センターフォワードのゴレアドールいろんな戦術で持ってますが、監督クラスはペレだけです。なんで普通にペレを違う戦術でも使ってます。逆にセンターフォワードのゴレアドール、このプレースタイルね、ゴレアドールの監督を一人持っておけば一応全部ペレでいいでしょって思ってます、私は。なんで変な話、トリックスターセンターフォワードは全部デルピエロでいきますし、センターフォワードムービングフォワードは全部クライフでいきます、他の戦術だったとしてもね。それで十分です、最初は。まずはなんで、プレスタをある程度揃えておく。例えば今回のガチャで言ったら、センターフォワードのゴレアドール、ペレだとか、レフトウィングのネイマールとかがいますが、その後に来たドゥンガのガチャを見ると、これ結構難しくて、ドゥンガがセントラルディフェンスミッドフィルダーダイナモなんですよね。で、リバウドがオフェンスミッドフィルダーのアタッカーなんですよね。まあ、一応ちょっと今回ちょっとラフィーニャ置いておきますが、当たりの2選手がダイナモとアタッカーって考えた時に、私が今回この追加ガチャを引かなかったのは、ダイナモはマケレレがいるんですよね。マケレレは中央トッパー、ドゥンガはポゼッションなので戦術が違いますが、ただ私は、ドゥンガとマケレレ、マケレレがある程度いい選手なので、2人をわざわざ取ろうと思わない。で、アタッカーの話で言っても、メイソン・マウントとコウチーニョ2人がアタッカーなので、もちろんこの2人よりもリバウトの方が圧倒的に強いんですが、ただこの2人がいる中でわざわざリバウトを取りに行こうと思わない。まあ、それに関してはやっぱりプレスタを揃えていっているからなんですよね。なんでプレスタを揃えて引くっていうことを、プレスタを揃えるために引くっていうことを大切だと思っていただけたらなと思います。次に、フォーメーションコンボをね、まあ、ある程度組めるようになってきて、組んだ中でおそらく、その中でね、選手たちの戦術得意一致か、戦術得意、選手の戦術得意度、得意戦術か、選手の得意戦術と監督の得意戦術が一致すると能力が大アップするので、結果総合値が高くなりがちです。そこの中でね、能力値、低い選手を使っていたりだとか、戦術一致が少なかったりすると総合値が下がります。この左上の数値がね、そこを補って引いていきましょう。まずはプレスタ揃えて、ある程度揃えてね、フォーメーションコンボを、組めるようになる。フォーメーションコンボ組んだ後に4戦術フォーメーションコンボを組むと、その中の選手の質だとか、あとは貫突しているしていないだとか、まあ、その戦術一致している選手をどれだけ多く使っているか、例えば中央突破だったらこれだけですが、私ポゼだったら大体の選手が戦術一致してます。ガウンダーとかだと半分ぐらいかな、戦術一致してるのは。こういうところで総合値がちょっとずつまた分かれていきます。そしたらね、次は総合値が低いところを埋めるように引いていってあげる。低いところを埋めるように引いていってあげないと、結果的に穴ができてしまうので、穴ができると SWCC なかなか勝てません。なんで穴を埋めるような引き方をしていただけたらなと思います。たまにね、体格で引くといいよみたいな、まあ、体格っていうか2戦術だけ強化するといいよまずはみたいな方もいますが、私個人的には2戦術だけ強化しても、どっちにしてもね、その先にはじゃあ強化しなかった2戦術が穴になりますよね。だったらもう今目の前にある一番穴、一番総合値が低いフォーメーションコンボのところから、ちょっと優先的にガチャを引いていく。例えば今回のリバウドや、ドゥンガで言ったら、私の例で言うと OMF のアタッカーだったり、セントラルディフェンスミッドフィルダーのダイナモはあるから、もう持っていて、ある程度いい選手で貫突しているから、ここは一回スルーして次の、ところに備える。例えば次もしかしたら持ってないプレスタが来るかもしれませんしね。今回私がポゼッションのガチャをこんな躍起になって引いたのには、実はちゃんとした理由があって、私センターフォワードのゴレアドール誰も貫突したものを持ってなかったんですね。
なんでどうしてもペレが監督したかったからゴレアドールのペレを引きに行ったっていうのがあります。あと OMF のテクニコもね、もう皆さん今回これ初登場だったのでいなかったと思いますし、プレスタ埋めるためにどっちかっていうと引いてます私は。であとは、埋まってきたら総合値が足りないところを引くという形で引くとね、いろんなフォーメーションコンボを組めるようになるし、結果的に初めはね持ってないプレスタばっかりだと思うので、ちょっとねどれ引いたらいいんだろうとかってなる可能性高いですが、最終的に徐々にね、もうこれは違う戦術だけど同じプレスタの選手持ってるから引かなくていいやだとか、徐々にね引かなくていい方っていうものが増えてきますので、ぜひぜひねご検討いただけたらなと思います。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。